イシナギは、鈴木キ鈴木シナギ族に属する、海水魚の総称。モロコとも呼ばれるが、ハタカノクエも、モロコと呼ばれることがあり、混同しやすい。体長2メートルに達する。イシナギ族には、日本海やカリフォルニアに生息する、コクチイシナギエスギガスと、日本各地に分布する、オオクチイシナギエスドーダーラニーの2種がフィッシュブイス、などでは認められているが、一般的に、 石なぎといえば、大口石なぎを指すことが多い。日本では、大口石なぎが北海道から高知県など、南日本、石川県の深さ400から500メートルの岩礁域に分布するが、特に北海道に多い。産卵期には150メートル程度の深さまで上がってくる。大物釣りの対象魚として人気が高い。5から6月の産卵期には、 水深150メートル程度のところに上がってくるため、この時を狙う。日本列島では、古くから利用され、相模湾岸に立地する神奈川県小田原市の羽尾遺跡では、縄文時代前期の遺体が出土している。山梨県南駒郡藤川町の梶川川菓子跡では、江戸時代後期から明治期のマグロイルカなどの大型魚類、哺乳類をはじめとする多様な魚類、 海類が出土しており、主に駿河湾から産出された海産物が富士山麓の街道や富士川周運を通じて移入されたと考えられている。カジカザワガシからは油坊主ボウズと共に石垣族の遺体が出土しており、生息域の観点から奥口石垣であると考えられている。石垣は伊豆や三浦半島において漁獲されており、専門漁法も存在していた。 肉は微味であり、刺身、フライ煮付けなどで食用される。しかし、肝臓は食品衛生法により食用禁止措置が取られている。肝臓には大量のビタミン A が含まれており、接触により、急性のビタミン A 過剰症を起こす恐れがあるためで、ある。症状は、激しい頭痛、嘔吐、発熱等であり、食後30分から12時間程度で発症する。 オークチイシナギステリアレピスドーダーラニーハットパリプリアニデイフィッシュブイス2010年5月16日閲覧植月学ぶ明治期のカジカザワガシにおける海産物利用の動物考古学的検討山梨県立博物館研究企業第一集自然毒のリスクプロファイル魚類ビタミン A 厚生労働省日本の海水魚 P249 ありがとうございます